それで結局立花不動産と手を組んだってことが社員へえそんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこかまそこも堅気には思えねえけどなとなるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手へ貸してくれんのか期待できそうかおいそれじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか なるほど。でもやっぱり立ってのは結構な力持ってんな。札にも太い骨があるってわけだ。その件について、とりあえず連中に任せるしかねえか。で、お前は今何してんだよ。はお前が仇の仕事するって服ああ。お前、もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか <laughs> 人を見る目があるぜお前わかった任せとけお前なあそれが人に物頼む態度か待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだそれじゃあんまり選択肢はないなこの近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか 新米のホスストがスーツ買いに行くような店だ高級ブランドなんかは置いてねえがまあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう俺に服の見立て頼むってことセンスねえって自覚があったんだな何言ってんだ俺がやるからには手は抜かねえよきっちり気合いの入った仇に仕立ててやるって, <laughs> ってるまあ任せておけお前うそういやおめえ ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよなああたまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に取ってた地味っていうのとも違うよくわからん柄の入ったシャツとかよ<に>今だから言うけどよ俺はおめえみてえな服だけは選ばねえようにと思ってファッションに目覚めたんだ一丁 <laughs> 前に傷ついたが。でもまあ今回は俺がついてんだ 大事な兄弟を悪いよようにはしねえよ任せとけってところで不動産屋で働くんならスーツだろうなんかイメージとかあるか色とか柄とかスーツつってもいろいろあんだろわかった俺がいらんこと聞いた悪かったな着いたぞここだそんじゃ入ろうぜ気に入ったのがあったら言えよ無難な線だと。 ここんなところかそれがカタってもんだろうが見え張ってなんぼなのは極道だけだならおめえにぴったりだなバカおめえそれ絶対やめとけ選ぶんじゃないかとは思ってたけどよこれじゃあスーツの自己主張が激しすぎてアクセサリーや髪型靴腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだそれじゃあこらどうだ色は落ち着いてるがラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞさっきの柄物に比べりゃマシな方だろうよしこれ試着してみろよくっくっ,くっいややっぱ何着てもまるでかたに見えねえと思ってよ ハハハハハハハわかってるっていやでもよ <laughs> えおいいいのか全然リーマンっぽくなってねえぞそっかよしわかったそこまで言うならそいつは俺のおごりだ兄弟の新しい門出だしなあちっ <laughs> なんだそりゃあ,あお前この後待ち合わせなんだろ橘不動産のなんてやつだっけそうだったなところで気をつけろよ桐生久世がお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ例の一件で指を落としてから相当起きてる危なくなったらいつでも声かけろよじゃあまたな おい気をつけろよおいキリュウどうしたあいつやる気みたいだぜ上等じゃねえかお,<ー>おいおい面倒だな無断しすぎだ<ー>何やってんだキリュウはあ